最近 EOS 5D を買って使っているという話を前にしましたけど、EOS 5D に合わせていくつか安いアクセサリーを買ったので紹介したいと思います。まず一つはこれです。エクストリーム CF アダプターというものです。何かというと EOS 5D は 5D Mark III は SD とコンパクトフラッシュと両方入ると思うんですけど、 5D と 5D2 は SD が入らないんですね。コンパクトフラッシュしか入れることができません。で、コンパクトフラッシュってまあいいんですけど、高いし、あんまり売ってないし、大きくて邪魔ですよね。しかも私の持ってる MacBook 2014 Pro 15のレティーナ152014年モデル、つい最近のモデルまでは SD カードがそのままね、装着っていうか SD カードをスロットがついてたんですけど、コンパクトフラッシュは当然ながらそのまま差し込むことができません。で、アダプターが必要なんですけど、昔買ったアダプターで USB2.0 とかでも転送速度がむちゃくちゃ遅いんですね。で、アマゾン見てたらこんな便利なものがありました。こういうふうに SD、コンパクトフラッシュの外形に、コンパクトフラッシュの形をしたアダプターに SD カードを入れることができます。 SD カードは今 64GB とかでもどうですか？2、3000円で買えるんでしょうかね。すごい安いですね。こんな便利なものがあったので買ってみました。値段はだいたい1700円ぐらいだったと思います。で、まあちょっとどこの国のものか、メイドイン台湾って書いてありますけど、よくわかんないし、まあレビュー見たら 5D とかには使えたって書いてあったんで、まあそんなには心配してなかったんですけど、実際使いました。で、大きさ形を見るとコンパクトフラッシュよりも分かりますか？ちょっと分厚い。この段差の部分、SD カードが入るところがこう段になってるっていうかね、ちょっと付け足してあるんですけど、この部分が分厚いんですね。2ミリぐらい分厚いです。でも全く問題なく入ります。こんな感じです。で、読み込みとかも全然問題ないですし、カメラに入れて初期化して使うと、もう全然アダプターを介してるなんてことは一切分かりません。で、パソコンに取り込む時もディスク名自体も EOS デジタルってなってますし、フォルダー名とかも全部ね、コンパクトフラッシュの時と同じフォルダー名でできています。ということで、とても便利なアダプターです。5D も使えますし、5D Mark II も全然全く問題なく入ります。他の機種は知りません。EOS、この時代の 40D とか 50D とかね、KISS とか分かりませんけど、5D に関しては1も2も装着も問題ないですし、読み込みとか、まあ使用上も問題なかったです。で、もう一つ買ったのが、純正互換バッテリーです。5D2 の方はいくつか純正のバッテリー持ってるんですけど、 5D のバッテリーって違うんですよね。こんなバッテリーなんです。で、これは中国で買ったんですけど、普通に Amazon でも売られています。いくらなんだろう、1個1000円とかでしょうかね。中国で買ったのはマイクロ USB で充電する充電器がついて、バッテリー2個ついて100、2、30元でした。だから2000、まあ、2000円ぐらいでしょうかね。随分安いですけど、これも全然問題なく使えています。残量表示も問題ないですし、実際使ってみてバッテリーの持ちも非常にいいですね。純正のバッテリー1個あるんですけど、まあそれがちょっと劣化してるので、どの程度差があるのかはちょっとわからないんですけど、まあ寒い、外の気温が5度とかの日に外で
子供を連れて動物園に行ったんですけど、そこで相当枚数取りましたけど、それでも半分ぐらい残ってましたね。なのでまあ2本あれば本当にかなりヘビーに使っても持つんじゃないでしょうかね。純正の新品は今は手に入らないみたいなことがアマゾンに書いてありましたけど、まああってもすごい高いので、まあなんていうか個人責任というか、何か何かあっても誰も責任取ってくれませんけど、すんごい安いので、こういう互換バッテリーも悪くないなと私は思います。ということで EOS 5D を買って使っていてちょっと不便だなと思った点があったので、それを解消するアクセサリーを買いましたという話でした。ではまた、さよなら。